りゃー帰ってきたぜ。我が名はベリアル、全知全能の宇宙の神だ。このベリアル、お前らクソガキどもが何か質問があるぞ。我は全知全能の神、何でも答えてやるぞ。まずは貴様からだ。なんで野菜を食べないといけないんですか？野菜だと？貴様、野菜が苦手なのか？なら食うな。1ミリも食うな。がしかし、ここから大事な話だ。野菜というのは、農家の皆様が汗水垂らして一生懸命作ってくれた素晴らしいものだ。その一つ一つには農家の皆様の魂がこもっている。その野菜をお前を大事に育ててくれたお母様が作って出してくれている。それを貴様ただ嫌いだからという理由のみで食わないという選択をする。構わない。お前自身がそれでいいのならば食うな。がしかし、本当にお母さんを愛し農家の皆様の努力を感じ取れるのならば頑張って食え。それが一番みんなが平和になる手段だ。分かったか？一度農業体験なんかしてみてみどうだ。いかに大変なことをして農家の皆様が作っているか身に染みてわかる。そうするとその仕事の後に食べる野菜は最高にうまいんで。